皆さんこんにちは。心理カウンセラーの乗竹健太郎と申します。今日もご覧くださりありがとうございます。今日はですね、千葉県がですね、新型コロナの不安解消の無料検査を廃止してほしいという考えを、表明しました。もう本当に今自治体からですね、いろんな動きが出てきています。本当に頑張ってほしいなというふうに思うんですが、千葉県はですね、今回の、無料検査の廃止の、意向だったりとか、少し前にはね、黙食を、やめるよう通知を出したりとかですね、非常に頑張ってくれております。そのことについてちょっと取り上げたいと思います。その前に1点ご案内させてください。12月29日、木曜日ですね、木曜日の夜10時30分から、メインチャンネルの方で、年内最後の、多分最後になると思います、ライブ配信をさせていただこうと思います。10月29日木曜日の夜10時半頃から、ライブ配信をさせていただく予定です。今、お届けしているチャンネルはサードチャンネルになるんですが、メインチャンネルの方で、ライブ配信はさせていただこうと思いますので、メインチャンネルの方で、よかったらご覧いただければなというふうに思います。概要欄にリンク貼っておきますので、よかったらそちらからですね、通知、ベルをですね、押しておいてください。はい、それでは、本題に入りたいと思います。12月26日月曜日の、記事に、千葉テレビのね、記事に、載っておりました。新型コロナ不安解消の無料検査に千葉県知事廃止をというね、タイトルになっていました。もう先ほども申し上げたように、千葉県はですね、黙食の見直し等についても、少し前に発言されたりとかしていて、非常にですね、どん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 国に対して、それはおかしいんじゃないのってことをね、どんどん、実行してくれております。今回は、まだこれ決定したことではないんですが、もう廃止してほしいという意向を伝えているということですね。ちょっと記事を読ませていただきたいと思います。千葉県の熊谷知事は12月23日、新型コロナ感染の不安を解消するための、無料検査について、新型コロナの法的位置づけの見直しとともに廃止してほしいとの考えを示しました。要は無料検査をしているってことは、それどこかがお金を出しているってことなんですよね。無料でね、事前事業でみんな業者さんが、赤字になってでも無料で検査してくれてるわけではなくて、国からお金がジャブジャブ流れているわけなんですよね。はい。で、熊谷知事は23日、コロナ対策を話し合う全国知事会の会議に、オンラインで参加し、新型コロナの法的位置づけなどを議論しました。まあ、法的位置づけ、今1類2類相当となっているものを、まあ、5類相当にした方がいいということで、今ね、いろんな県からそういう声が上がってます。少し前には茨城県が緊急提言をね、緊急要望を出したりとかしていましたが、千葉県も、そういう意向であるということですね。熊谷知事はこの中で必要な検査が滞りなく行われることは重要とする一方、要はね、必要な検査は、すればいいという考え方です。不安解消を目的とした無料検査については、これまでの事業と感染状況を踏まえ、感染拡大防止の効果を実感していないと述べました。まあ、ね、今更かっていうね、声も聞こえてきそうなんですが、でもやっとこういう声が上がり出したというのは、本当に嬉しいことだと思います。要はね、必要な検査は滞りなく行われることは重要であると。検査が必要な人、ね、発熱したりとか、なんかそういう人は必要かもしれないんですが、不安解消を目的とした、要はね、無症状の人ってことですよね。不安解消を目的とした無料検査については、これまでの事業と感染状況を踏まえ、感染拡大防止の効果を実感していないと述べました。ね、これは不安解消の目的の無料検査では、別に感染拡大を防止する効果はないというふうに、言っているわけですね。その上で、不安の解消は、感染しても安心して診療を受けられる体制であると示すことなどで行うべきと主張し、次のように指摘しました。要は不安の解消は無料検査をすることじゃなくて、自分が感染した時に安心して医療を受けられる体制、それがね、大事なんだっていうことなんですね。無料検査、不安を解消のための無料検査を、進めるんじゃなくて、自分が感染した時に速やかに安心して医療を受けれる体制を作ることが大事だっていうことを言ってるわけです。もう当たり前のこと、当たり前すぎることなんですが、これが今まで出てこなかったっていう不思議な現象なんですが、非常にですね、当たり前のもっともなことを、発言してくださっております。
で、千葉県の熊谷知事がこのように言ってます。新型コロナの感染症法上の位置づけの変更を機に、一般検査事業、括弧不安解消のための無料検査は廃止していただきたいと考えている。ネットでも買える時代だ。多額の税金を要する事業だ。まあね、これを続けるということは、多額の税金とかね、国のお金を使ってるわけなんで、もうそれはやめるべきだと。しかも効果がない、実感していないもの、そんなことにお金を使うんじゃなくて、そうではなくて、感染した人がきちんとした医療を受けれる体制を作ることが大事だということを言っているわけなんですね。非常に素晴らしいなというふうに思います。まあ、これはまだね、最終的に決定したかどうかっていうのはわからないんですが、ですね、まあ、今後そういう流れになっていただければ嬉しいなというふうに思います。はい。で、ですね、千葉県といえば、先日のですね、僕が茨城県の、動画を緊急要望のね、二類相当から五類相当に早急に見直すことを強く要望するっていうね、茨城県が政府に要望書を出したんですけれども、その時に同じくですね、政府の厚生労働省のホームページのアドバイザリーボードの中にですね、千葉県も提出資料として、新型コロナウイルス感染症の法律上の位置づけ見直しについてというものを、千葉県も出しています。出しています。はい。なので、そちらもね、リンク貼っておきますので、よかったら、ご覧いただければと思うんですが、なので、茨城県とか千葉県とか、もういろんな県がね、今ね、もうこの一類二類相当の枠組みをやめてくれと、もうせめて五類相当にしてくれっていう声がね、いっぱい、出てきているわけなんです。だけど、国はなかなか首を縦に振らないという状況が今のところ続いています。それはなぜなのかっていうことですよね。もう一個ですね、千葉県、せっかくですので、嬉しいニュースですね。これ、黙食やめます。これちょっと前のニュースになるんですが、ですね、12月23日の朝日新聞のね、ネットニュースになります。給食の黙食やめます。千葉知事、千葉県知事ということですね。子供だけ過度な制限、非合理ということで、12月23日のね、ネット記事に載っております。まあ、子供だけ、過度な制限は、非合理であるということを、やっとね、まあ、これも当たり前の、もっともなことなんですが、やっとこういうことを声を上げてくれる人が、知事さんがね、出てきました。千葉県は22日、給食の黙食は不要と改める通知を、県立学校や市町村、教育委員会に出した。熊谷、俊人知事は、同日の定例会見で、学校によっては必要以上の対策を行っているケースが散見されると指摘、社会全般で活動制限の緩和が進められている中で子どもだけが過度な制限を課せられることは合理的ではないと強調した、ね、本当にその通りだと思います、まず学校によっては必要以上の対策を行っているケースが散見される、もう本当にね、その通りだと思います。少し前に文科省がですね、黙食を緩和するような通達を出してるんですが、ほとんどの学校で、まあ、一部の学校では緩和されてるみたいなんですが、ほとんどの学校では、まだ現場ではね、黙食してる、っていう声がね、僕の耳にも入ってきています。なので、過度な必要以上の対策を行っているケースが散見されていると思います。そして社会全般で、活動制限の緩和がかなり進められている。もうね、旅行も行きましょうってやってるわけなんですから、旅行行きましょうってね、やってる中で、なぜ子供だけが黙食をさせられるのかってことですよね。うん。で、子供だけが過度な制限を課せられることは合理的ではないと強調したということなんですが、もう本当に子供だけ未だに、ご飯の時喋っちゃいけないの。なんで大人は、ランチに行っても、マスク取ってみんなお母さんたち楽しく喋ってるじゃないですか。飲み屋に行けばね、みんな大声でね、乾杯って言ってね、楽しく飲んでるじゃないですか。なのに子供たちは黙食っておかしくないですかっていうのはもう普通の当たり前のことなんですが、この当たり前のことをやっとですね、こういう知事さんとかが声を上げて言ってくれるようになりました。嬉しい限りです、文科省の通知を踏まえた対応、従来対面での黙食は可としていた学校の新型コロナ対応ガイドラインを感染対策を取り会話を行うことを可と改定した、食後のマスク着用や黙食を希望する児童生徒への適切な配慮も併記した、そして卒業式などの行事についても従来は開催形式を工夫するとしていたが感染状況のみを理由として児童生徒や保護者等の入場制限を行わないと明記、もう卒業式とかのね行事ももう、従来は開催形式を工夫するとしていたらしいんですね。それを、感染状況を理由として
まあ、入場制限を行わないということを明記したということです。やっとここまで来ましたね。屋内ではマスクの着用及び大声を控えるよう要請するとしたということで、まあ、まだまだですね、全部撤廃されたわけじゃないんですが、まあ、少しずつこういう声が上がってきていると、そういうことを、どんどん徹底しようとしている県が出てきているということは、一つね、嬉しいことだなというふうに思います。千葉県のですね、ホームページの中にちょっと調べさせていただいたんですが、千葉県教育委員会が、給食における黙食の見直し等についてということで、このね、ちゃんとね、情報が載っております。教室やランチルームでの給食の際、黙食を行う必要はなく、換気を徹底するとともに身体的距離を確保した上で児童生徒等の間で会話を行うことを可とするということでね、載っております。はい、ありがとうございます。ということで、やっとで、本当にね、こういう知事さんとかが出てきていただくと嬉しいなと思います。少し前に、ですね、茨城県が、緊急要望2類から5類相当早急に見直すことを強く要望するっていうね、その資料が非常にわかりやすいということで僕動画を撮らさせていただきましたが、その、茨城県のですね、その提言した資料が、これ厚生労働省のホームページの中に載っているんですけれども、これ非常にわかりやすいんですね、この茨城県からの緊急要望ということで、アドバイザリーボードの資料の中に載っております。この中にもですね、2類相当の県時により生じている課題ということで、なぜ早く5類にした方がいいか、1類2類相当にしていることによっていろんな問題が生じているということで、まあ、4つに分類して提言してくれているんですが、そのうちの2番目に児童生徒への影響ということも載せてくれているんですね。児童生徒への影響、黙食の実施、部活動、イベント、卒業旅行等の制限により人間関係形成能力の発達に懸念、人間関係形成能力の発達に懸念、児童生徒は入院を要する割合、重症化する割合が極めて低いが、大人よりも感染対策を徹底しているということですね。これね、本当におかしいですよね。新型コロナウイルスは、年齢が上に高くなれば高くなるほど重症化率とか致死率も上がる、若くなれば若くなるほど低くなっていくわけなんですね。なのでちっちゃい子どもたちにとってはかなりリスクが低い、ものだというふうに、客観的にはね言われているんですが、なぜか大人よりも子どもの方が感染対策が厳しいんですね。だからそれはおかしいよね。でそれによりいろんなデメリットがあると。で一番のデメリットが人間関係形成能力の発達に懸念していると。まあマスク一つ取ってもそうですよね。やっぱり表情が見えない。もちろんねマスク自体が、健康上のねいろんなことを懸念されているってこともあるかもしれないんですが、まあそれプラスですね、やっぱり表情が見えないってことは非常に人間関係形成能力の発達に懸念を示していると思います。会話をしたり楽しくね、ご飯を食べれないっていうことももちろんそうかもしれません。いろんなイベントが中止になるってこともそうかもしれません。この茨城県のね、この要望書本当に素晴らしいので、よかったらですねこれ解説している動画が、過去に撮ってありますので、それも概要欄にリンク載せておきますので、ぜひご覧いただければなというふうに思います。まあ、この要望書の中で一つ面白いのがですね、新型コロナ陽性で死亡した方の平均年齢と国民の平均寿命という比較があるんですが、日本のね、国民の平均寿命よりも新型コロナ陽性で死亡した人の平均年齢の方が年齢が高いんですね。要は新型コロナで亡くなっている人は日本の平均寿命よりも高いんですよ。だからそうやって、今はっていうことですよ。今はオミクロンになってね、今は高いってことなので、そうやって考えてみると、そのなぜ子供たちに制限するのか、なぜこれがねどこまで本当に恐れなければいけない病気なのかっていうことも冷静に考えないと、寿命、平均寿命よりも年齢が高いんですよ、平均年齢が。コロナで亡くなった方の。なのに、未だに1類2類相当にしているっていうのは、どう考えてもおかしいんじゃないのというふうに、僕は個人的に思っています。早くね、まあ、せめて5類、できれば、全撤廃してほしいなというふうに思っています。ということで今日はですね、千葉県知事のですね、いろんな発言をですね、紹介させていただきました。これね、無料の、ね、不安を感じる方に対する無料検査の事業っていうのは本当にね、
これすごい、多分1回検査するだけですごい金額だと思うんですね。意外と高いって言いますよね、PCR 検査はね。それをですね、全国でやっていたら一体いくらのお金を使っているのか。それによって、何の効果があるのかってことですよね。なので、僕もこういうことはですね、早く、一日も早くやめてほしいなというふうに思いますし、あともう一個あれですよね、旅行支援でしたっけ？旅割みたいなね。あれもですね、本当に3回接種、もしくは陰性証明になりますので、あれを旅行を安く行きたいがために陰性証明を取る。で、取る方は無料でできるんだけれども、そのお金はどこから出てるかってことなんですね。自分は得したような感じがするんですが、やっぱり国からお金がジャブジャブそこに流れていって、それで潤っている一部の業者がいるという状態なんですよね。なので、あれもですね、本当に早く、やめてほしいなというふうに思います。まあ、旅行ね、支援するのはいいと思うんですが、違う形にしてほしいなというふうに思いますよね。はい。12月29日の木曜日、夜10時半からメインチャンネルの方でまたライブ配信させていただきますので、よかったらご参加ください。それでは、また会いましょう。バイバイ。